恐怖です、今回はですね、踊ってみたとは全然違うんですけれども、クリエイティブさんのですね、サウンドブラスタープレイ4というものをですね、モニターさせていただくことがですね、今回できることになりましたので、ちょっとこちらの紹介させていただきます。はい。というわけで、中身がですね、もう開けてあるんですけども、このように入っております。接続端子はですね、タイプ C 端子となっています。それにですね、タイプ C からタイプ A 端子に変換する、アダプターも付いてますんで、タイプ C 直接使える、パソコンだとか、それ以外にも、USB のですね、通常のこういったですね、やつで、さすですね、パソコンにも使うことができるようになっているサウンドカードなんですけれども、今回ですね、いろんなですね、最近ね、踊ってみたのですね、踊り手の中でもですね、子さんの中でも、ディスコードを使いながら、ゲーム遊ぶということが多くなってきてまして、それにですね、ディスコードを使うときにですね、こういったものがあると、うまくですね、会話をしながらゲームができるんじゃないかというふうに思いましたんで、ちょっとモニターにですね、応募してみたら無事当たりまして、ちょっとこちらの内容をですね、モニタリングさせていただいて、その内容を動画で、ぜひ、公開させていただいて、それを告知させていただくといったものになってますので、はい、皆さんもちょっとよかったらですね、参考にしていただければと思います。はい、では早速ですけれども、パソコンに、接続していこうと思います。自分のですね、パソコンデスクトップですので、残念ながら、このタイプ C のですね、端子を直接挿すことができないんです。はい、できないんですけれども、さっきお伝えしたタイプ A 端子、通常の USB 端子に変換するアダプターが最初からついてきます。はい、ついてきますので、お持ちのパソコンが Type-C に対応してなくても、このですね、サウンドカード、ちっちゃいですね、ちっちゃいサウンドカードなんですけども、こちらですね、挿すことができますので、こちらを接続していきます。はい、アダプター挿して、通常通り、こちらを USB 端子に挿していく。はい、これで、接続完了です。ちょっと上下逆にしますね。はい。はい、これだけで、接続は完了となります。見ていただいてもわかるんですけど、すごいね、小さいです。本当にね、サウンドカード、うちが使っているやつもですね、サウンドブラスターのプレイ2って言われるね、2世代以上前かな、のやつをずっと使ってたんですけど、それのですね、まあ、6割ぐらいなのかな、大きさ、それぐらいですね、小さくなっていて、細くなってます。で、端子は、これ一つだけですね。はい。イヤホンミニ、ジャックですね。イヤホンミニジャックが一つあります。こちらはですね、マイク端子だとか、もうですね、対応している4極プラグ対応してますので、スマートフォンだとかで使っている有線のイヤホンがあれば、それをそのまま挿してパソコンでも使えるようになります。実際に、はい、イヤホン挿してみると、まあね、もうそのままですから、ここにですね、イヤホンを挿すと。はい、カチッとなるまで挿すと。はい、これでもう完了ですと。これでパソコンで、もうですね、音が出るようになります。で、このサウンドブラスターのですね、今回の特徴、こんだけ小さいんですけれども、手元で、操作できるようなボタンが2つほどありますよ、というものです。はい。1つ目が、こちらのですね、はい、縦にします。OK じゃないかな。このボタン。はい。これです。ミュートボタンです。押すと赤く光るんですけれども、はい。押すと光っているとこれミュート状態です。なので、手元で、ミュートができます。このサウンドブラスター手元にあればミュートができますよというものになりますよと。これですね。楽なんですよ。やっぱり楽なんです。ゲームやってるとさ、めっちゃ楽で、イヤホンのですね、マイク端子のところとかに、ミュートボタンだとかがついてるものではないので、はい、こういった普通の、これスライドついてますけれども、はい、ミュートボタンがついてるものじゃなければ、こちらのボタンを押すことによって、こちらの声が聞こえなくなります。周りに聞こえなくなります。だけど、周りの声は、イヤホンから入ってくるミュート状態ですね。することができますよ。というものです。あと、こちらですね。はい。もう一つのですね、ボタンがあります。丸い方を押すとですね、一回押すと青く光ります。これ、バスブースト。低音強化の状態になります。はい。音楽とか聴いてるときにですね、低音ちょっと欲しいな。もうちょっとこうね、どうしたか、はい。もうちょっとね、はい。どうしたかさせたいなというものであれば、こちらの、ボタン一回押せば大丈夫です。で、もう一回押すと、白く光ります。はい。白く光るとこれサラウンドモードと言いますか、音場が少し広くなる感じになります。で、自分は、バスブーストするよりかは、音楽聴くときも、こちらの方が、聞き取りやすいと思います。はい。普通にね、ゲームやってるときも、うちはこっちの白いやつにしてるんで、こっちの方が、チャットとか、ボイスチャットとかしてるときも、基本的には聞きやすいかなと。まあ、人それぞれですし、使ってるイヤホンの質だとかにもよって異なるんですけれども、まあ、簡単にこうやって、低音重視。はい。または、広がった、音にできるかっていったところが、これも手元でできるので、自分が使ってるイヤホンに合わせて、その場で、変化することができますよと。変化させることができますよというものになっています。で、これイヤホン変えれば、いくらでも使うことができます。はい。で、ご自宅で持っているね。はい。これはね、なんだろうな。はい。
通の絵本、普通の絵本って言ってもこれはですね、ファイナルの、なんだっけな、やつですね。マイクついてないやつです。普通の、はい、こういうやつ。音楽聴くだけならこの3曲させば、はい、音もない。はい、もちろん音はない。普通にね、こうやって。これも4極端子。はい。スマホだとかでも使える4極端子のイヤホンです。これ刺せば、もちろん。刺さらない。よいしょ。はい。これで、マイクも使えるようになるし、と。ミュートももちろんできる。低音重視もできるし、はい、音盤も広くすることができますよというものになります。はい。これが手元で操作できるっていう、このサンドブラスター4の、ボタンになりますよと。製品に。はい、というわけで、ここが、サンドブラスタープレイ4のですね、ドライバーソフトウェアのになっています。選べるのはですね、デバイスといったところで挿すと、このサンドブラスタープレイ4というものが表示されますと。で、サウンドモードを選択することによって、もうこのエフェクトだとか、ゲームだとか、ムービーだとか、いろいろですね、あとゲームに、ゲームによってもですね、エペだとかも選ぶことができますよ、だとか、はい。FPS だとかも選ぶことができますと。スタジアムだとか選ぶことができます。これはもうプリセットで、決まっているものになりますので、お好きなものを使っていただいて大丈夫です。プリセットの中にはですね、こうやって設定することができるもので、スピーカーの音のですね、設定だとかもこちらですることができます。聞く音の設定ですね。サラウンドだとか、クリスタライザーだとか、バスの低音強化したいときはこちらだとか、あとスマートボイス、でダイアログプラスといったもので、これボーカル音をですね、安くしてくれる、ものになりますが、お好みに応じてこちらは、皆さんで設定していただければと思います。で、このですね、このサウンドブラスターのいいところなんですけども、やっぱりここだと思います。スマート、コモンズキット、スマートコモンズキット、スマートコミュニケーションキットは、オンラインの通話をより便利に快適に行うためのスマートな機能となりますということですね。こちら使うことによって基本的には、自分の、マイクに乗る声だとか相手から聞こえる声ですね。ディスコードだとか LINE だとか使ってる時に相手から聞こえる声だとかを、きれいにしてくれる、聞きやすくしてくれるっていう機能になりますと。もう簡単に使いたい方はもうこれオンにしていただければ大丈夫です。簡単にオンにしていただければもうそれだけで自分の声に乗る、後ろの背景の音だとか相手からマイクで聞こえるときに背景の音だとかっていうのが消えます。かなり小さくなってきます。自動で小さくしてくれるので、これをオンにすることによって基本的にこちらからの会話だとか相手からの会話だがすごく聞きやすくなります。これすごい楽です。やっぱね、使ってるマイクだとかの種類によってこっちのもですね、声もやっぱいろんな音が入ったりだとか、道路近くの家に住んでるんですけど、救急車の音とか鳴ったりするんですけど、結構それだけ小さくなりますし、やっぱキーボードのカチカチ音っていうのもかなり小さくなります。自分のマイクの音でキーボード使ってみようと。はい、今これはですね、キーボード、カチャ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 押しながらやってます。多分それなりに音乗ってると思います、これだと。次、オンにします。ここまでガチャガチャしてゲームをすることはないかもですけど、かなりこちらのガチャガチャしてる音は小さくなってるんじゃないかなと思います。で、自分はもうあんまりエペだとかはやらないんで、最近やってるのは、もっぱらアモンガスだとか、そういったものになります。で、そこまでね、なんかそうガチャ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 は鳴らさないですけれども、やっぱりこのね、移動に関するボタン WASD だとかですね、そういったところのボタンを押すときに、聞き取りやすくなってくれるんだったらすごくいいのかなと思うので、すごいこういったゲームをプレイするときにはおすすめの機能になっています。で、アドバンスドを押すことによってさらに細かく設定することができるようになります。ボイスダイレクトと呼ばれる機能ですね。こちらは、実際の、ボイスのレベルだとかをですね、直接したりだとか、環境ノイズをですね、マイルドにしたりだとか、調節にしてても問題ないと思います。はい。自分は基本的にあんまり触らなくても全然問題ないです。はい。実際にね、実は炊飯器だったんですよ。お米が炊けたんだけれども、どうでしょう。そこまで大きな音は鳴らなかったかと思います。今。で、次にノイズクリアアウト。これがですね、自分の、自身の背景ノイズ音を低減します。これがですね、マイクに乗っている周りの音だとかを小さくしてくれる機能になりますので、状況に応じて自分で、したい方は、自動調節をしてあげれば問題ないと思います。応じた、適切な、設定にしてくれます。次、ノイズクリアインっていうのはあります。これは、通話中の通話相手の背景ノイズも消してくれます。つまり自分のマイクの音じゃなくて、相手から聞こえる環境音も、それを聞き取って、減らしてくれるというものになります。これもすごいいい機能で、自動調節。自動調整押せば、問題ないと思います。自分も。これで自動調整押してて、何か、聞き取りづらいなってことは今までなかったです。なので、
もうわからない人は基本的に自動調整をしていただくだとか、アドバンスローじゃなくて、もうオンになっている状態で使っていただければなと思っています。はい、ここではスマートボイスと呼ばれるものを設定することができます。こちらですね、叫んだりした場合でも、すごくです、音がこう跳ね上がるのを予防してくれます。で次にボイスモーフと呼ばれるんです。これはですね、自分の声の、アクセント、を変更することができますよ。ボイスに、ボイスを異なるキャラクターやアクセントにモーフィングしますというものです。で、最初、男性だとこんな感じです。男性だとこんな感じですけども、普通に聞こえてますでしょうか。女性にするとこんな感じ。はい、というわけで、今回は、サウンドブラスタープレイ4のですね、パソコンでの接続した際の、内容について説明させていただきました。基本的に、パソコンのですね、スマートコモンズキットについてはすごく、使いやすいものになってます。アモンガスとかやってるですね、10人ぐらいと一緒にやってると、まあ、いろんな声の質だとか、周りの環境音だとか聞こえてくるところってたくさんあるんですけど、もうスマートコモンズキットのボタンをオンにしてあげればもうそれだけで、もうね、他の周りの人のですね、音声が聞きやすくなる。こっちからの声も聞き取りやすくなるっていうものがありますので、会話系のゲームするときにはですね、こちらすっごいおすすめです。で、手元でミュートもできるんで、パソコン側の設定だとか、ボタンを押したりだとか、ウィンドウを変えたりだとかしなくても、ここでミュートのオンを切り替えることができます。これすっごい手元にあるのが楽です。はい。あとは、ゲームするときに合わせて、低音強化したいなだとか。はい。ちょっとサラウンドを強化したいなってことがあれば、この丸いボタンを押していただければ、一発でプリセットが、働きますので、こちらも、ぜひ使っていただきたいと思います。はい。ただですね、ちょっと残念な点があります。はい。自分が思った残念な点があるんですけれども、それは、このですね、サウンドブラスタープレイ4なんですけれども、デスクトップパソコンには向かないというものです。もうね、しょうがないかもしれないんですけど、デスクトップパソコンから今延長コードが、USB の延長コードがあったんで、この手元まで引っ張ってきてるんですけれども、この長さしかないんですよ。ケーブルの長さがね。この長さしかないので、どうやってもこのね、この手元でじゃあ、ミュートにするのはどうすればいいのって話だったら、パソコンの方まで行って止めなきゃいけないのかって話になっちゃうので、まあこれをですね、デスクトップパソコンで使いたい方はやっぱりこの USB のですね、延長ケーブルだとかをちょっとご用意いただいた方がいいかなと思います。はい。ちょっとそれが残念な点の一つ目。はい、もう一つです。残念な点があります。いや、いい点と残念な点があります。このですね、サウンドブラスタープレイ4、対応している機種がですね、Windows の他、Mac も対応しています。もちろんこれはデスクトップじゃなくてもノートパソコンでも使えます。で、ノートパソコンだったら、まあ、手元にゲームしながら、手元にパソコン置きながらゲームしながらなんで、ミュートとか使いやすいです。で、あとですね、Android。はい、スマートフォンだとか、タブレットだとかに関しても、Type-C の端子ついているものであれば使うことができます。基本的には使うことができると思います。はい。まあ、機器によってはちょっと使えない場合もあるかもしれないです。あとですね、iPad OS、いわゆる Type-C の、入力端子がついている iPad、iPad も、使用することが可能になっています。で、スマートフォンだとか使う方はこれ実はですね、おすすめな点がやっぱりこのですね、ミュートボタンなんですよ。今、Discord だとかパソコンなくて、スマートフォンでやってるだとかっていう人もたくさんいると思うんですけども、スマートフォンに繋いでも、このミュートボタンだとか、このですね、低音強化、サラウンド効果だとか使うことできます。なので、パソコンで、アモンガスやってても、Discord はスマートフォンにしたいだとか、最近だと、スイッチだとかで、エペだとかやってる人であれば、スマートフォンでみんなとディスコードで繋いでるって言った時も、ミュートにしたい時にはこれを使うことで、ミュートにすることができるので、これはすごいスマートフォンに接続する際には、今すごい使いやすいものになっています。ただ残念な点があって、スマートフォンだとかで使うにした時にですね、スマートフォンで使った時にですね、若干、この接続する、イヤホンなり、ヘッドホンのインピーダンスが高いと、あまり音が出ないです。はい。イヤホンだったら多分大丈夫だと思います。今持ってるイヤホンだと、インピーダンスが高くても、今ちょっと使ってるものなんですけれども、JBL のものになりますけども、クアンタム50というものをイヤホンで使っています。これを使ってる分に、スマートフォンで使ってる場合に、音が小さいって感じることはなかったです。はい。ただ、ヘッドホンです。ヘッドホンの場合は注意が必要。まあ、これもちょっと使い方おかしいんですけれども、JBL のもう一つ持ってるこのですね、クアンタム800ですね、クアンタム800。あるんですけれども、こちらを有線接続した場合に、音がですね、若干出なかった。残念ながら、音量が出なかったっていったものがあります。まあ、これはもう、その、ね、ヘッドホンの特性もあるし、それはもう仕方ないんですけれども、やっぱりサウンドカードとしてスマートフォンに挿すっていうところであれば、高インピーダンスのヘッドホンだとかでも、ちょっと音がもうちょっと出るようにはしてほしかったかなと思います。
ヘッドホン自体がハイレゾ対応の、ヘッドホンになってますので、スマートフォンだとかでハイレゾ音源聞くときに、どうにか音大きめで、綺麗な音で聞けないかなと思って考えてたんですけれども、ちょっとこれで繋いでも、やっぱり音が大きくはならなかったっていうのがちょっと残念だったんですよね。そこはなんかファームウェアの更新だとかでもしかすると、ね、直していただけると自分はもっと使いやすくなるかなと思いました。うん。これは、はい。というわけで今回は、サウンドブラスタープレイ4のですね、モニターにですね、応募して当たりましたので、こちらの方をですね、動画を作らせていただきました。使ってる分にはですね、ものすごく使いやすいですので、普段から、ゲームしてる時にはこちらで今、接続して使ってます。はい、こちらですね、Amazon では現在サウンドブラスタープレイ4の価格は3380円です。サウンドカード、小さいものとしては安いですし、先ほどの、スマートコモンズキットだとかを使うといったところで、自身のですね、マイク音声だけが綺麗に聞こえたりとか、相手の声が綺麗に聞こえるだとかといった機能を使えるためには、お値段お安いのかなと思います。あとですね、やっぱりこういったハイレゾ対応パソコンで使うと、そういったものができますよといったものも、パソコンだと音しっかり出ますので、はい、有線で繋ぐと、しっかりと、ハイレゾのヘッドホンでも、綺麗に、迫力ある音声を出すことができるという状況になります。はい。ですので、ぜひでも、皆さん、こちらのですね、サウンドカード、サウンドブラスタープレイ4、よかったら、使っていただくといいんじゃないかな、というふうに、私もお勧めします。これからもよろしくお願いいたします。はい。はい。というわけで、今回はクリエイティブさんのサウンドブラスタープレイ4を使ってみました。1ヶ月間ぐらい使ってみたんですけれども、すごく機能としてはいろんな部分、良い部分がありましたので、ぜひとも、パソコンで使う方、これからですね、スイッチやプレイステーション4だとか、接続してですね、ゲーム遊びたい方もですね、おすすめの商品となってるかなと思いますので、ぜひとも皆さんよろしくお願いいたします。はい、というわけで、これで初めてのですね、紹介動画終わらせとさせていただきたいと思います。またねー。